皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。Today's episode is 平穏世代の伊達人たちの11話でございます。Let's go! 行きましょう。Let's go! Stop that mother trucker! 走ってるぞ。地味に速い。飛んできてるぞ。しかしこれは淀作戦ということで、そごなかったね。あ、この人はどうでもよくて見るな。お前ちょっと待って、陽動作戦トリックねえ、オーマイガッド。勝ちなんや。なんで勝ちなんですか、知りたいんですけど。俺もなんでこのことやったんだろうって、それを考え始めたら我々の勝ちだとか。ミクさん、あんた一体何が分かってんだよ。何が分かってって言ったんだよ。あ、何が分かってると言うんだ、わしにはわからないよ。おっぱいバースト、ハートイン、おてて、ほい、ちょっと背中を脱いであげるよ。ブリ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 、 YKK のチャック使ってるんで、なかなか滑らかと私の背中が取れるんですよ。この OP 面白いよな、ほんま。全然意味わかんないけど、いろいろ。まあ、くるっとくるっとってやつや。こいつの頭の中にさらに自分がいるっていうのは結構好き。わー、海の中は何が起こっておる。あと我々の価値ってどういうことや、ミクさん。え、強いか。違う、こいつ友達だよ。やられたな。てかポールちゃん守ったな。噛んだ治るよね。まあね、めんどくせえことになったな。いろいろ複雑ですね、あなた。まあ、こいつ理解度は最初からめっちゃ低い人やからな。怖っ。人死んだの？あ、でも殺したかもしんない。あいつ、やばいことしたよね。何このおっぱい触り。
何が起こってんだよ。そういうなんか女性とか男性とかあんまどうでもいいんだね、イタテンたちの中では。あんまなんか性欲とかありそうでもないし。あ、コリなら説明できるんちゃう？え？コンピューターにデータを残すと魔王に見られる。リンさんの過去の話はなるべく聞かせたくない。はあ。いくら話したところで、魔王が封印の中のイタテンという結論にはたどり着かないだろうが。肉は別だ。奴ならあとほんのわずかヒントがあれば。こいつなら。ほう。ふむふむのふむじゃ。怖っ、怖えわ。こいつを殺すんか、間違いないね。怖ってお前目がやばいんだけど。え？いや、まあまあまあ、ボスはそう間違いないよ。まあ、おいおいおい、気になってんのかよ、あなた。イズレがす、ちょっと。まあ今回の話ではね、今回のエピソードでイタテンたちは性欲的興味がないんだよな。シャワー室絶対入るなって。なんじゃよこいつ、ちょうどいいタイミングとは。戻りましたね、これに。ね。戻ってこいよって。行きたいねんな。いややな、こんな。それで襲われちゃうのか、さっきの。お、使ったのか。あ、あのもう一人の悪魔が。魔族ちゃん、わお、なんかやばいことは起こってるぞ。こいつだな。これミク的なやつじゃない？機械の体は便利じゃない。誰にでも
そうなんじゃの。そっか、ピサレ隊長はこれによって奪還されるのかな、向こうに。危ないな。危ないぞ。やば、いずれやられちゃう。ほう、ほう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 。やばいな。これはやっぱり入れたんだな。ほう。怖いが。おー、こいつだったんや。ふぅ、なるほどな。普通なら気づかないのか。俺も気づくべきやったな。あ、睡眠薬や。おお、奪還作戦うまくいってますね。んだ。向こう、え、はあ、携帯があったんや。ポルティアもいけるね。イスリは出ないなんておかしいでしょ。おっと、まあミク、ボランティアは頭使える方だから分かってくれるかな。あ、まあいずれやばい子になってるな。お、電話来た。早いな。でもやばいぞ、ピサラとかみんな、ピサラたちもこいつらの場所分かってるからさ、危ないな。どうなってんのよ。
なんかやべえことは起こってると思うんだけど。二人やられましたね。怖っ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 。ミック強すぎ。なるほどな。まあとりあえずやばいことするんだな。なんか取ったなそれ。でも こいつらめちゃくちゃダメージ慣れてんもんな。でもこういうヤバいのね、もう毎日だからな。それはマジ痛いと思うんだけどね。やば。やばいやばいやばい。拷問しておりますね。こいつはずっと頑張ってんねんな。お、それいいことや。そう、この二人をもうお互い知ってるんか。食わさないといけないもんな。では魔族は寿命で滅びるまで繁殖禁止という条件が必要だ。そんなもの分かりもない。一方的な死刑宣告さ。和解したいのは伊達君と妹のさ。すべてになった何か案内。それを考えてんのか。難しいな。赤ちゃんをやるんだ。恨みがあんのかよ。あの魔族たちってもしかしたらショックするのかな。やっぱりこれしたくないとか分からへんけど。もしかしたら先導だけじゃなかったかもしれない。カオリはポーランのこと、こいつのこと気にしてんねんな。で、もう一人ピサラちゃん。お前一瞬で分かったんかい。マジ変。マジやばすぎることが目の前で行ってるぞ。コリはその道を導いてくれるとか。
わかんない言ってるやん。まあ、リンさん使えないやつと分かってるもんな。まあ、力の差が。はい、いってらっしゃい。ないよね。叫んでるだけかよ。マジこのババア、頭悪い。あ、案外でも近いところまで来たわ。ドアがやばい。コーリー、わお、それで終わるんかい。平和世代のイダテンたちと魔族たちも平和世代の魔族たちやけどね。だいぶこれどっちかというと平和やろ。それでもペルペル、あしけこれで哀れさ。カズムポメロ、ポメロ食べたいなおい。パラヘッタワイ。Like a Raika, okay guys? Like a Raika. Understand? ゴーもさすがにやばいな。早速、ねえ。でも、まあ、二人とも一応あれだからな。毎日毎日。まあ、どっちかっていうと、イズリはされてないよね。でもずっとリンさんにやべえことされてるからね、とんでもない痛みを経験してるよね。いや、なんかいまいち全然いい状況じゃないんだけどな。さて、ああ C パートないか。皆さん、ご視聴ありがとうございました。今回もぶっちゃけたふざけたふざけたエピソードでした。ご視聴ありがとうございました。Until next time, goodbye! おおきに!